どうも、皆さんこんにちは、チャックワーです。本日はですね、ANA マイル、JAL マイルからですね、マリオットボンボイポイントの交換がね、開始になりましたのと、マリオットボンボイホテルでですね、新しいね、ボーナスポイントのキャンペーンが開始になりましたので、本日はね、こちらの解説、やっていきたいなと思います。 ということで、早速ね、内容に入っていきたいと思います。いやーねー、びっくりですね。ANA マイルとジャルマイルがですね、マリオットボンボイポイントに交換開始ということで、まあ、マリオットボンボイポイントっていうのは、マイルの、ね、交換ルートがね、まあありますので、正直ね、通るって思ってなかったんですけども、まあ今回ですね、ANA マイル、ジャルマイルですね、 マリオットボンボイポイントに交換開始がね、発表されました。まずね、ANA マイルからなんですけども、概要欄にね、公式サイト ANA マイルと JAL マイル、両方ともね、公式サイト載せておきますんで、まあ、交換される方はね、ほとんどいらっしゃらないと思うんですけども、まあ、気になる方はですね、ぜひね、そちらチェックしていただければなと思います。で、ANA マイルからマリオットボンボイポイントなんですけども、交換レートはですね、1回目と2回目が1万マイル交換したら1万ポイント。 で、2回目も1万マイルを交換したら1万ポイント。で、3回目以降はですね、50%になるっていう風になりますんで、3回目以降はですね、1万マイル交換すると5000ポイントにしかね、ならないって言った形になります。まあ、この手はね、注意していただきたいなと思うんですけども、まあ、あの、ANA マイルっていうのはですね、まあ、他のポイントにもね、交換することができるんですけども、基本的にね、このレート、 あの、1回目と2回目、1万マイルがね、そのままのレートでね、交換できるんですけども、3回目以降からですね、半額になるっていただきになるんですよね。で、レートに関してはですね、レートはね、よくありません。1万マイルが1万ポイントっていう風になりますんで、まあ、マリオットポイントで1万ポイントっていうのは、だいたい3300マイルぐらいのね、価値になってしまうっていう風になりますんで、まあ、お得ではね、ないわけなんですけども、まあ、マリオットボンボイポイントっていうのはね、いろんな使い道があって、 もうちょっとで無料宿泊がね、あの、できるポイントに到達するとか、まあ、もうちょっとしたらね、6万ポイントに交換して、他の外資系のね、マイルに交換したいみたいなね。まあ、こういったね、ことがある場合は、まあ、交換してもね、いいのではないのかな、なんていうふうに思いますので、一応ね、こういったルートが通っている知識としてですね、覚えておいていただければな、と思います。 それでは次にジャルマイルですね。公式サイトね、こういった形になっておりまして、えー、マリオットボンボイ、ジャルマイルということで、ANA マイル同様ですね、ジャルマイルもマリオットボンボイポイントの交換ルートがですね、開始になりました。で、レートがですね、こういった形になっておりまして、4000マイルが3000ポイント、1万マイルが7500ポイント、2万マイルが15000ポイントっていう感じでね、続いておりまして、交換率はです、ね、75%っていう風になりますんで、こちらね、かなり悪い ですね ANA より悪いっていうアになりますんで、まあ、こちらもね先ほど同様マリオットボンボイポイントですねもう少しでね何かできそうみたいな時にね交換していただくのはね、まあ、いいのではないのかななんていう風に思いますし、まあ、JAL マイルとかね、まあ、ANA マイルもそうなんですけども、まあ、どっちかをメインで貯めてて、まあ、修行でね ちょっとだけマイル溜まっちゃったみたいな。まあ私が今ね、まさにそんな感じでえ、ジャルマイルね、2万マイルぐらいあるんですよね。ですね。まあ交換しよっかな、みたいなね。まあそんな感じで思ってるんですけども、まあいずれね、マリオットボムポイントがそこをつきそうになったらね、まあちょっと交換しちゃうかもしんないですね。今ね、サーチャージが高いので、 ちょっとね、急遽ゴールデンウィークね、アメリカの方にね、行くこと決まったんですけども、まあ、結局ね、ネイサーチャージ高すぎて、結局ユナイテッド航空のマイルでね、まあ、発見してしまいましたので、まあ、こうなってくるとね、やっぱり最終的にね、マリオットボムポイントっていう風になりますので、ま、あちょっとね、ジャルバイル2万ちょっとしかないんで、まあ、なん、どうしようかなっていうところですね。多分交換しちゃうんじゃないかな、なんていう風に思うんですけども、まあ、こちらもね、レートは良くないので、まあ、 最後の手段的な感じでね、覚えておいていただければな、なんていうふうに思います。それでは次にですね、マリオットボンボイホテルで国内のですね、ホテルオファー1泊ごとに最大5000ポイントがね、もらえるキャンペーンが来ましたので、 こちらの解説もね、やっていきたいなと思うんですけども、公式サイトね、こういった形になっておりまして、1泊ごとに最大5000ポイントボーナスポイントを獲得ということで、期間がですね、予約期間、宿泊期間、5月の8日から7月の14日までエントリー不要のキャンペーンになっております。で、こちらね、プロモーションコードをね、入れるキャンペーンっていうふうになっておりますので、まあこちらね、公式サイト作られておりますので、まあ公式サイトから検索していただければ、このプロモーションコードね、入るっていうふうになりますんで、概要欄にね、 載せておきますので気になる方はねそちらからチェックしていただくとスムーズに、ね、予約できるかななんていうふうに思いますスマートフォンアプリだとですねこちらのねプロモコードね入れるところありますよねこちらに MR5 っていうのを入れていただくと対象のねプランが 表示されるって言った形になります。で、特典がですね、対象ブランド1泊あたり最大3000ポイントと、対象ブランド1泊あたり最大5000ポイントのね、ボーナスポイントがもらえるキャンペーンになります。で、こちらね、え3000ポイントの方が、 ブランド別にねなっておりまして、フェアフィールドバイマリオット、アロフト、モクシー、コートヤード、フォーポイント。こちらが1泊最大3000ポイントって言った形になります。で、ウェスティンホテルリゾーツ、シェラトンホテルリゾーツ、トリビートポートフォリオ。こちらに関しては、1泊で5000ポイントがもらえるって言った形になります。またね。 ホテル自体がですね、フェアフィールドとかもね、対象になっておりますので、まあ、ここら辺利用していただくとですね、ちょっとお得に利用できるかな、なんていうふうに思いますので、まあ、利用する機会がある方はですね、ぜひね、チェックしてください。で、対象ホテルがですね、国内38ホテルということで、まあ、公式サイトね、見ていただくのが一番いいかなっていうふうに思うんですけども、日本国内ね、今90ぐらいね、マルトボンベホテルあるんですけれども、その中のね、対象が38っていうふうになっておりますんで、まあ 全部か全部ね、対象ではないっていう感じになりますので、もう半分以下ですよね。ですんで、この点はね、注意していただければなと思います。まあね、今、マリオットボンボーホテルね、非常にあの宿泊費をね、高騰しておりますので、まあ、ウェスティンホテルとかシェラトンホテルリゾートとかね、これ多分ね、結構値段しちゃうと思うんですよね。狙うとしたらですね、 道の駅プロジェクトでね、いろんなところに作られているフェアフィールドバイマリアと、まあ、ここら辺で利用していただくとね、まあ、少しはね、お得に利用できるかな、なんていうふうに思いますので、利用するね、予定のある方、えー、5月の8日から7月の14日ですよね。はい、もしね、利用機会ある方はぜひね、チェックしていただければな、と思います。 ということで、今回ですね、マリオットボムホテルのことについて解説ね、させていただいたわけなんですけども、いや、ジャルマイルと ANA マイルがね、ポイント交換ね、ルートができると正直思ってなかったので、結構びっくりですね。もう ANA マイルとかですね、本当に非常に持たれている方はね、あの、本当にめちゃくちゃ持ってる方ね、いらっしゃいますんで、まあ、こういう方はですね、このルートがね、 3回目以降ね、半分になっちゃいますけども、まあ、それでも交換すると多分いるんじゃないかなっていう風に、個人的には思ってるんですよね。本当に ANA マイルって、あの、1000万マイルとかね、100万マイルとか持ってる人、あの、たまにいるじゃないですか。そん、どうやってためたのみたいな。まあ、そういう人もね、いらっしゃいますんで、まあ、このルートが開通したっていうのはね、かなり喜ばしいのではないのかな、なんていう風に思ってるんですよね。まあ、私はね、そんなにマイル持ってないので、そのくらい持ってる人がね、ちょっと羨ましいんですけども、 はい今回ねマリオットボムほどに、ね、ポイント交換開通いたしましたのでまあレートはねそんな良くないですけども、まあ、一つのね知識として知っておいてね損はないかななんていう風に思いますのでぜひね覚えといていただければなと思いますということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思いますこの動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします私も Twitter もやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいですそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ